はい、こんにちは、ゆきです。ゆきです。はい、本日はなんですけども、はい、タイトルとサムネにある通り、僕たちから皆さんにご説明しなきゃいけないことが実はありまして、うん、話したいことありますね。はい、もう分かっていることだと思うんですけども、まあ、すいません、ちょっと今日こんな汚いところからお届けしちゃってて。いや、俺の家だ。マイハウス。で、僕たちもともと4人で活動してたじゃないですか。で、そのメンバーの一人である、まあ、メンバーが、うん、数ヶ月出ていないっていうので、うん、たくさんの方が心配もしてくれてて、うんうん、どうなってんだっていうこの真実をね、真相をちょっとそろそろお話ししないといけないんじゃないかっていうことだよね。もやもやさ言わないの気持ち悪いんじゃんな。原因とかそういうのってさ、うん、人間関係、グループ間のあれなんで、そうね、まあいろいろね、そういうあったけど、まあ今思えばさ、はいはい、今年もまあいろいろあったよね、振り返ってみて。うん、僕なんか今年は休ませてもらった前半、前半ね、うん、休養っていうね、モチベーションの低下と、はい、ただのサボりだろ、何が休みなんだよ。いやいや、そこは休養を養う時間にしました。まあミッキーもね、あほら結婚発表したり、あ、そうです、あれも何気にね、そう昔から見てくれてる、結構衝撃だったかもしれない。そうね、衝撃の発表と、まあ俺も自分のフィリピンに十何年ぶりに帰ってさ、おばあちゃんにも会えたし、おばあちゃんに会いに行ったりね、いいことも悪いことも総じて結構うん、いろいろあったみたい。で、コウさん、うん、コウさんのね、こともね、はい、ね、あれしてたんですけども、うん、だから感謝感謝しなきゃいけないかなっていう、人って人どうして、当たり前のありがとうをないがしろにしてしまった結果、うん、人間関係って崩れていくんじゃないかなっていうことで、そういうところからほつれていくよね。皆さんは日頃大切な人にありがとう、感謝の気持ちを伝えてますか？当たり前は当たり前じゃないよってことだから。それ俺はさっき言ったから、言ったね。だからやっぱりまずこのサイトなんだけど、うん、タンプって言って、うん、すごいなんかいい感じのギフトがいっぱいあるんだね。そう、これすぐ届く、すぐ、うん、もう次の日、翌日には届く。あ、そう、早いね。どっから送ってんのよ、すごいね。忙しい人でもぴったしでしょ。そうだね、うん、なんかさ、あ、やべ、明日だみたいな時あるじゃん、あっちゃーみたいな時あるじゃん、会話捨てちゃったとか。そうそうそう、基本割と何でもある、アクセもあるし、ジュエリーとかね、こんなアクセとかええんちゃう、めっちゃいいね。うん、あ、なんか、まあ、いやでもそういうのじゃないな、俺が欲しい。あ、そう、さっき見たら、うん、もうここにカスタマムンティーみたいなのがあるじゃん。最近さ、うちはあまり一緒に出かけたりしてないから、うん、なんか一緒にゆっくり出来る時間が欲しいなと思って。家でゆっくりお茶すんのね。だから家じゃないんだ、なんかカフェみたいな。アフタヌーンティーって家でやるんじゃないの？家でやるやつじゃないの、それ。だたまにあるじゃん、外でみたいな、そういう、うん、かわいいマシュマシュ、なんつうの、かわいいケーキを食べる、うん、なんか好きじゃん、それ。チェイはどうする？聞いてたらただののろけだったわ。そうかね、そうね。ねえ、だからのろけとか言うな。そうなそうなんだもん。普通の夫婦生活なのに何がのろけなんだ。これはさ、でもグラスとかなんかよくない、綺麗なグラスとか。俺お母さんとエリちゃん、うん、じゃん。女子って好きやん。なんかグラスとか可愛い。でもね、わかんないけど。あれなんでなんだろうね。なんでなんだ。可愛いお皿とか好き。女子好きやんね。いやでもそれよくないよ、よくないよ。あのグラスってさ、うん、あの割れちゃったら縁起良くないから、プレゼントにするのはどうかな。それで中国あるそうそうそう、中国ではこういうのあるのよ。あ、でもあるんだよ。韓国では靴を送ると、あ、そう、逃げてしまうから、う、うん、好きな異性には靴を送り物にしちゃう。国際文化。お前の顔で国際文化ってややこしいから。あ、タオルとかな、何枚あっても嬉しい。何枚あってもいいよ、タオルとか。俺のマミーなんかいかにもみたいな好きだな。ザ・ザ・みたいな、うん、ザ・ティース・カップみたいな。これジャンル別で見てみる。そうね、うん、あ、そうね、ありすぎて。あ、本当だ、ありすぎてむずいから、うん、ビューティー。あ、ビューティーもいいんちゃう。エリちゃんビューティー系かな。コスメ大好物だから。へぇ、あいつコスメ博士だからさ。マジで俺すごいナチュラリストかなと思ってた。いや、すげえナチュラリストじゃん。もう全然。あいつの趣味はコスメを試すこと、身をもって実験して、あ、これはありっていうのをやるのが趣味なの、あいつ。面
前に見事俺ビーガンだと思ってたわ。全然そんなことない。コーヒーとコスメが趣味だから、あいつ。え、見るよ、これインテリア。あ、インテリアね。ほら、ジェンチの実家の家具ってこれすごい癖が。癖がな。うん。あ、でも置き時計とかもらうとありがたい。今時計ないでしょ、家に。あー。携帯で見ちゃうから。そうだね。やっぱこう一個リビングに置いとくといいよね。時計もプレゼントするのは良くないよ。出た出た、これ絶対に悪いこいつ。全然それじゃん。オーガニック、あ、ほんま可愛いバスタオル、こういうのいいな。でも J の重みの結構乾燥肌っぽいからいいかもな。ちょっと柔らかいこな、こういうケアを、肌触りのいいやついいかもしれん。テディベアとネックレスのセット、なんか可愛い。そんなん送りたいわ、女子に。ピンポン言うて J 様からです言うて、テディベア来て何かしらみたいなね、こうネックレスがついちゃって、あ、これ私のなんつって。俺は、うん、エボちゃんになんだけど、一人暮らしの男性だから、うんうんうん、あ、可愛いね。ちょっと考えると、洗濯とかこれめんどくさそうじゃん。そうな。もらって、お負担もなくて困らないものって、うん、パンツ嬉しいんじゃないかなっていう。いや、俺は嬉しい。おしゃれ下着、うん、パンツ好きだね。なんかさ、しかも自分で派手なパンツって買わない。俺、派手なパンツ好きなんだけど。多いよね。そう、うん、でも自分じゃ買えないけど、やっぱもらえるとさ、なんか、ね、シャッと着れるんだよね、パンツって。結構自分で買うってなると、うん、ハードってかかったりとかするんだけど、パンツもらった時って俺、あ、俺がこれ履いてんの見たいんだと思っちゃうもん。てこちゃんイチゴとか似合いそうなの。イチゴ似合うな。イチゴっぽいしな。うん、僕のイチゴです言うて。それダメだ、使えない。ポムちゃんに見立ててね。見立てた感じが。ポムちゃんたちにいつもこうね、囲まれてる。このお花もてこちゃんっぽいな。そう、それ可愛いなと思って。てこちゃんこれ履いてる想像するだけで、なんか俺も幸せだね。幸せ、幸せな気持ちになる。プレゼントってさ、そうそうね、そうなのよ。送る側のこのあれもあるな、今思ったけど。この気持ちなのよ、この俺たちが選んで。あ、プレゼントってそういうもんじゃん。ねえお母さん、あ、部屋からなんか届いた。嘘、なんだろう、開けてみて。なんだろう、お、なんだろうね、ギフトだって。開けていいかな。なんか送ったって言ってたけど。わお、わー、フラワーズ、クリスマスプレゼントかな。なんか書いてるよ。 Life with flower って書いてあった。じゃあ並べよう、花。なんだろう、開けてみようか。え、見て、すごい散りばめられてるよ。え、これ何、フラワー、ほんとだ。フレッシュフラワーズみたいに。ボディショップのボディクリームだ。え、かわいい。あ、なんかスウィディッシュグラスみたい。なんだろうね、セルブルだって。なんかプレゼントだ。タイタニウムグラス、タイタニウムグラスだよ。嬉しい。わお、欲しかったこれ。欲しかった。だって友達がスウェーデンにいるんだよ、うん、コニーがいるじゃん、スウェーデンに、うん、So I always ask。じゃじゃん、お待たせ。お疲れ。はい、どうぞ。どうしたの？うん、プレゼント。何？お、お花だ。動画やる。え、加藤。アフタヌーンティーのチケットなんだよ。たまにさ、一緒にちょっとね、デートでもしようかなと思って。最近全然してないんじゃん。嬉しい。ありがとう。お花まで。ありがとうございます。嬉しい。いつもありがとうね。こちらこそありがとうございます。お、なんか、なんか、来てるんですけど、お、多分これ、りくん、お兄さんから来てるプレゼントですよね。なんか変に、テンプ、うん、テンプ、だと、うん、書いてるんですけど、タップからあなたへ、ハピネスを、知らない感じ。ロジュが入っていますよね。リ君、もしかして、ボムちゃんだったか。パンチか、なんか、かわいいけど、なんか、なんか
か見てる、すごく見てる感じのパンチが来てるんですけど、ちゃんと中身は、中身はこう大切なく部分をこうやって可愛くチャリブケよすごく見てる